どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、秘密裏の施術ということで、VS 売れクキですね、アタッチメントが手に入るのかな。というわけで、こちらの A にですね、このパーティーで挑戦していきたいと思います。あと50秒しかないんで、もう、とりあえず行きましょう。まあ、売り絵を止められるのはこのクインクスの二人しかいないということで、とりあえずこのタッグで来たんですけど、いいね、この並び。ラスボスはこれ売り絵なのかな？ C と B はなんかオートで回してたんですけど、じゃあとりあえずカグネを出せるとこまで貯めようか、二人ともね。あいつ属性何なんだろう？火かな？サイコは自分の第一形態の時の、スキルを一回打ってバフをかけた方がいいんだよね。ただ、その後、なあ、バフが切れるまでに覚醒状態持っていきたいところだけど、いけるのかな。ムツキのこのルシマ編の服装がめちゃくちゃ好きなんだよな。じゃあムツキはとりあえず、あ、でもそうか、1個目のスキルがあれだっけ、回避率を上げるんだっけ。一回確認しよう。そうですね、1個目のスキル、覚醒前のスキルですね、が味方全員の回避率を 30% アップ。これが2ターンの間なんで、売れの時に使ってもいいんだけど、ここワンターンで突破できるかな。とりあえず使ってみるか。これで2人とも回避率が上がって、まあ死神か疑似死神化してますね。で、最後は自分自身に3倍のバフをかけていく。あ、2倍だったわ、ごめんね3倍のバフだ。そして、ささめ、2倍の攻撃力バフと 1.75 倍の防御力バフ、ガチガチになったということですね。ブレイクして、で、またブレイクして、あー、2人ともカグネ出せなかったな。さあ、ウリ、フレームを上限解放したウリですね。この時本当に原作再現しようとしたら誰がいいんだ、誰だっけ。フレーム解放したとき、待って、記憶ないわ。誰だ、オークション。そんな早くないよね、オークションって。あ、硬い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 、待って硬い。これはあれだな、ムツキで止めないとダメなパターンだな。とりあえずシフトして、で、ムツキは覚醒させましょう。まあ、回避率上がってるしね、大丈夫だと思うんだけど。とりあえず、このターンはここで。ああ、サイコがちょっと心配だな。サイコが心配なんだよな。お、避ける。あ、待って、めっちゃ攻撃力高いわ。やばすぎ。ムツキでさえこのダメージなの。しかも出血しやがった。強え。待って、強すぎるぞ、こいつ。とりあえずブレイクしなきゃダメですね、ここは。ムツキでブレイクさせていきます。時間を稼ぎます。お、いいダメージ、いいね、オッケー。おお、マジサイコが飛ばされた時、これもしかしてやばいんじゃないかなと思ったわ。有利属性なのにムツキも半分ぐらいダメージ食らってたしね。クインクさん全員できてもよかったんだけど、もしかしたら負けてるかもしれない。それだとこの2人に絞ってよかったのかもしれない。サイコはそんなにあれだったけど、まあダメレポはあれか、イベントだしな。これ売り絵のアタッチメントが手に入りますね。はい、ということで今回、また東京グル RE のストーリーイベントって言ったらちょっとあれなんだけど、まあストーリーに沿った報酬、まあプレイアブルキャラクターじゃないんですけど、派遣用のアタッチメントが手に入る、イベントでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。